ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな。こないだやった、まさに下道クソコラ第2弾をやるぞ。まさに下道。念のためおさらいしておくと。お前自分に自信持てって。ほら、お前いいとこいっぱいあるじゃん。例えばほら、例えば。といった具合の前置きを一言置いた後に。ごめんやったつもりは。てな感じで可愛い顔と下道な言動がセットになったコラ画像だな。まさに下道である。そんなまさに下道クソコラ画像をじゃんじゃん見ていくぞ。心をえぐられる覚悟はできたか。つうわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。まず最初は。自分よりダメなやつ見てるとさ、励まされるよな。いきなり結構下道なこと言ってきた。ずっと一緒にいような。もっと下道なこと言ってきやがったよ。自分より下を見るよりでっかいものを見ようぜ。って言葉は美しいけど実際は姉に下を見がちだよな。今回のっけから暗すぎません。ペヤング食うんだろ。お湯入れといてやったぜ。ソースと一緒にな。ソースイソース麺の完成である。ちなみにペヤングは、3時間前にお湯入れてやったバージョンもあるよ。もっとやべえもん作り出しちゃったよこいつ。それじゃあお次は少々真面目に。AI はこれからの時代、使いこなせないとガチで取り残されるよな。でも英語はオワコン化しない。今日も勉強頑張ろうぜ。お前はすでにオワコン化してるけどな。全然真面目じゃねえ。でも時代に取り残されていくってのは事実ではあるよな。そんなコラ画像が流行ったのは10年以上前である。課題出しておいてやったぜ。俺の名前でな。これ本当にダメなやつ。バレた瞬間リアルファイト不可避だかんな。でもこの赤さんにお願いした方が悪い気もする。今日は無礼講だよ君。私や会社への不満や愚痴を遠慮せずに言ってくれたまえ。ん？何かね？うん？うん？貴様社長に向かってその態度はなんだ。何この現実で起こりそうなやつ。今日は無礼講はそのまま受け取ったらいけないんだぜ。今日は気楽に楽しもうってくらいの意味合いだからな。さてさてそれじゃあここからは、漫画ゲームシリーズである。おっす。オラ悟空。悪を倒すために今から元気玉をつくんぞ。そのためにみんなからちょっとずつオラに元気を分けてもらう。集中治療室にいるおめえのじいちゃんからもな。こんな下道なやつは悟空じゃねえよ。ちなみに劇場版では元気玉は善の心を持つ者にしか使えない、という設定があるよ。じゃあ赤さん絶対元気玉使えねえじゃん。続きましてドラクエ4。賢さの種と不思議な木の実？全部とつねこに使ってやったぜ。言っちゃあなんだがそこまで下道じゃないような。真の下道は分かった上で王子様に種フルベットするやつだぜ。いきなり巻き込まれるキーファさんであった。からのドラクエ5。苦しい時も楽しい時もビアンカがいつもそばにいてくれたんだ。僕の心はもう決まっている。結婚しよう、フローラ。結局はお金。さっきのビアンカへの思いはどこに行ったんだよ。軽く解説すると、幼少期からの付き合いで共に冒険もした幼馴染のビアンカよりも、旅の途中で突然現れた金持ちの娘と結婚するというわけである。結局はお金というわけである。コテゾー中の人は圧倒的ビアンカ派なのだが、試しにフローラを選んでそこそこ進めてみたけどその後の展開が寂しすぎて速攻リセットしました。本編と全く関係ない話展開しすぎなんだよ。それじゃあ話を戻してお次は。キビ団子？そんなもん自分で食ってとっくの昔にねえよ。俺様の鼻クソ団子ならあるがな。それよりも生地。お前なんかうまそうだな。こんな桃太郎見たくねえよ。そんな下道昔話は。ある日、浦島太郎は子供にいじめられている亀を見つけました。が、やめさせたりとかそういうことは別にしませんでした。めでたしめでたし。何一つめでたくねえよ。というなかなかヘビーな下道を見てきたが、最後に本当の下道を見せてやろう。本当の下道だと？まあ結局何が一番下道って。赤ちゃんの俺にこんなひどいセリフを言わせる作者ども。と。それを見て笑ってるお前らが一番下道だぜ。なーん。だ、と？というわけで以上、まさに下道コラ画像でした。なんだか己のあり方を考えさせられました。ちなみにこの赤さんは、大きくなってこんなに可愛らしい女の子に、なってねえんだな。それが、この女の子は完全に別人なのかよ。この赤さんはそもそも男の子だし、このお父さんと笑顔で並ぶ彼が本当の赤さんだな。幸せそうな笑顔だな。まあもともと彼自身は下道でもなんでもないし、もっと言うとものすごいイケメンになってるぞ。それより紹介名の、お母さん。のが気になるわ。てな感じで今回の動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。